DJ Koyuki Ohashi presenting New York Breeze。What's up? 皆さんお元気でしょうか。ニューヨークブリーズ大橋小雪です。この番組はニューヨークの情報を主にご紹介しているプログラムとなっています。複数の、ね、放送局でお送りしています。この時間のお相手は大橋小雪です。さて、早いですよね。4月に入りました。4月のイメージ、やっぱりもう春ですよね。ニューヨークもね、これ本当にようやくなんですよ。日本だと場所によっては夏日になったところもね、先日あったようなんですが、ニューヨークはこう暖かくなっては来ているんだけれども、結構風強い日が多くてですね、しかも冷たい風がっていう日もあったりして、こっから春に一歩一歩近づいていくかなという感じでも、そうは言っても3月の、ね、中旬ぐらいにかなり暖かい日が続いていたっていうのもあって、花がね、桜の種類、何の桜だろう、咲き始めちゃったりとか、もう多分花もてんやわんやなんじゃないですか。咲こうと思ったらやっぱりめちゃくちゃ寒くなったみたいな感じだと思うんですよね。ということで、こちらはこれから春なんですが、いつも以上に花粉が飛んでて結構悩まされております。さてさて、今日はですね、ちょっと春を訪れを感じる、そんなお話と言いましょうか、イースターの話をですね、トピックの中でしつつですね、イースターのパレードを行ってきました。ニューヨークといえばこれからの時期、いろんなイベントがあるごとにパレードが行われるんですよ。そうなんです、イースターの話。イースターってこれ何と、アメリカでね、聞いてくださっている方は、アメリカの方はね、イースターも大体ほとんどの方わかると思うんですが、日本の方だとちょっとねピンときにくいと思いますんで、イースターって何ぞやみたいな話などもしながらトピックでお送りしつつ、スペシャルゲストのコーナーですね。あの先日のね、ちょこっと再放送にはなるんですが、ゲストで登場してくださいました村井由紀子さん、骨盤調整コアヨガトレーナーであり、海外をね旅するノマドヨガトレーナーですね。その由紀子さんに姿勢の話をしていただきつつ、先日ねワークショップありますよ、開催しますよ、よかったら皆さん参加してくださいっていう話をしたんですが、それでね私が行きたくなってしまったという。なので、そのどんなねワークショップが行われたのか、もちろん全部お聞かせはできないので、一部、本当にちょこっとだけ一部ご紹介しながら、ワークショップのね模様なども、レビューしていきたいと思ってますので、ご期待ください。残念ながら今回参加をできなかったという方、近くに住んでいらっしゃらないという方、オンラインでのレッスンもやってますし、ゆきこさんね、インスタライブもやってるんですよ。めちゃくちゃ面白いので、そちらもぜひ聞いていただきたい。NYMAM4 ですね。これ、コーナーの最後にも紹介してますので、ぜひコーナーも合わせてたっぷりとお付き合いください。週末、ながら聞きで楽しんでくださっている皆さんもありがとうございます。春の訪れと一緒に楽しんでもらえましたら幸いです。それでは早速、ニューヨークブリーズスタートです。Stay tuned! DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。
ピックのコーナーです。このコーナーはニューヨークを中心として話題になっていることやニュース、イベント情報などを紹介しています。まずはデイリーサンニューヨーク、こちらよりピックアップいたしましょう。女性へのオーダー相次ぐニューヨーク市内、ニューヨーク市警はブルックリンの男を逮捕ということです。ニューヨーク市内を日中歩いている女性が見知らぬ男に声をかけられ、突然頭や顔を殴られる事件が相次いでいます。数人の男は携帯電話を使っていたといいます。 NYPD では27日、マンハッタンの16丁目7番街付近を25日午前中に歩いていた女性23歳の頭を殴ったとして、ブルックリン在住のスキボギー容疑者40歳を逮捕しました。 NYPD によりますと、女性は地面に倒れ、顔の左側に怪我を負って地元の病院で手当てを受けました。 NYPD は逮捕の経緯や背景をめぐる詳細な説明は避けています。一方、この日午前11時50分ごろ、ケンメア通りとマルベリーストリートの近くを歩いていた女性25歳も何者かに頭を殴られました。容疑者は逮捕はされていません。 NYPD はこれらの事件が現時点で関連しているかどうかは不明だとしています。これ現時点、27日の時点ですね。これに関連し、ある女性は、私はただ歩いていただけなのに、この男が近づいてきて私の顔を殴ったのよと、頬を押さえて動揺しながら話している様子を TikTok に投稿しました。 TikTok のみならず X にも他の女性が、正体不明の男に待ち伏せされ顔や頭を殴られたと語る動画を投稿しています。 NYPD ではこうした一連の犯行が関連しているかどうかを含めて慎重に捜査を進めている。こちらは27日 USA Today の記事からです。なんかこう治安がとかね、もうそうですね、警察の姿を地下鉄なんかでもよく見かけるようになりました。これはこうキセル防止のためとかいろいろあるんですが、まあもう十分に注意してっていうか、勘も大事だなと、こう見る目っていうんですか、あ、この人危ないなと思ったらすっとこうその人から避けるみたいな、そういうなんか直感的な、もう瞬時にこう察する能力みたいなのもね、大事だなっていうのは感じますね。続きまして、明るい話題です。イースター、これね、もちろんアメリカの方はねご存知ですよね。ですけど、もう日本の方もしかしたら馴染みがないかもしれないので、ちょっとねイースターの話をねしていきたいんです。3月の31日でした、イースターってどんな日、イースターの楽しみ方ってどういうもんなのっていうね、そんな話から入っていきたいんですけど、イースター、アメリカではイースター休暇のシーズンになりますと、街中でですね、可愛い卵とかウサギ、これリアルな卵じゃないですよこう卵に見立てたものですね、イースターのねデコレーションが見られるようになって、本当にね華やかな雰囲気になるんですよ。華やかというよりも、このアメリカっぽいビビッドな感じじゃなくてね、こうピンクとか黄色とか、パッとする目が覚めるようなこの黄色とかよりも淡い感じの色がねすごく多くなるので、目がねこう癒される感じになるんですね。とてもでも華やかです。そんな雰囲気に包まれまして、イースターの当日になるとですね、ハッピーイースターっていう挨拶が飛び交ったり、これも私のイメージとしては春の訪れをお祝いするね、すごいね楽しい一日なんですよ。でこのイースターって毎年こう違うんですけどね、3月22日から4月25日の間の日曜日
なんですね。今年はなのでっていうか、今年はですね、3月31日日曜日、じゃあこれイースター何なんだろうと、これ復活祭になるんですけれども、イエス・キリストの復活、これをお祝いする日なんですね。復活をお祝いするお祭りっていうことで、日本語だと復活祭みたいになるんですが、イエス・キリストの誕生日がクリスマスですよね。イエス・キリストが復活した日をイースター。キリスト教の人にとって本当にね、大切なお祝いの日ということになってますね。ただこう私の中ではね、こう毎年こういう話ってラジオとかでするんですけど、そこであ、そうだったってハッとさせられるんですが、イースターのイメージってどうしてもその卵とかバニーとかウサギね、そういうイメージなんですけど、じゃあなんでこれイースターバニーっていうらしいんですね。イースターバニーとかイースターエッグですよね。こういうのが飾られるんでしょうかと。ウサギってたくさんの子供を産むと、もう私の中ではぶっちゃけネズミとかの方がすごいイメージなんですが、たくさんの子供を産むと。でウサギと卵って生命の象徴、はい。でエオストレはたくさん命をたくさん産むシンボルね。ウサギと一緒にいることが多かったようで、イースターでもウサギが象徴的存在っていう風になっているんですよね。イースターまたね、イースターはヨーロッパのベイカニズムの春を祝うお祝いの影響を受けているとも言われているということなんですね。でやっぱりこのイースター、いろいろこう子供にとってはね、卵エッグ探しとかいろいろありますけれども、そんな中でですね、私のイメージとしてはやっぱりこうニューヨークってどうしてもねパレードが多いんですよ。じゃあ今年イースターパレードどんな感じになるのかなと思いまして、イースターパレード行ってまいりました。そちらの模様をねちょっとお聞きいただきましょう。50ストリート、フィフスアベニュー、セントパトリック大聖堂前に来ています。いやー、皆さんおしゃれな格好して華やかですね。このセントパトリック大聖堂の中でもね、礼拝が今日4回か5回ぐらい行われるんですけれども、その入り口のところではもうたくさんの方がですね、花を身につけておしゃれをしてですね、そういった人たちとね写真を撮っている姿が見受けられています。私の目の前にですね、ひまわりを身にまとったね男性がいますね。すごく素敵。皆さんね、こう服装ももちろんなんですが、帽子がね印象的ですね。もうなんていうのかな、皆さん撮って撮ってっていう雰囲気がねすごい。わそうなんですよ。私てっきりねパレード、いわゆるパレード、大通りを皆さんが歩いて車に乗ってとかね、そのパレードだと思っていたんですが、パレードというよりももうこう人それぞれね華やかな服装で花を身につけたりしながら、チャーチの前で写真撮影をするっていうね、ニュアンスとしてはそういう感じだったみたいなんですけど、さっき紹介したセントパトリック大聖堂、もうここはねニューヨークに来たらぜひ行ってほしい場所。その前にもう時間がね私5時近かったので、もう一時のピークは過ぎていたような状態だったんですけれども、それでもねたくさんの人たちがイースターを楽しんでいました。ハッピーイースターっていう声もね結構聞こえてましたね。
春の訪れを感じる。本当にね、今日あったかい、今日というかこのこれね、収録している時、イースターのパレードに行った時、16度ぐらいあった。とてもね、気候もいい一日で、春の訪れをしっかりと感じることができた、そんな心地よい一日でした。というわけで、この時間はイースターパレードの紹介を中心にご紹介をしてきました。以上、トピックでした。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。さて、ここからはですね、ゲストトークのコーナーに入ります。今回のゲストは、世界を旅する起業家、ノマドヨガトレーナーの村井由紀子さんです。以前にもですね、何回か出演をいただいていました村井由紀子さん、今回はですね、姿勢について話をしていただきます。さあ、どうでしょう、皆さん、姿勢を意識したことはありますか？多分ある人ってほとんどだと思うんですけれども、じゃあどうやって直せばいいのか、私自身もそうなんですが、そこまで行き着くのは難しい。今日はですね、村井さんに、由紀子さんに、その姿勢についてのね、ワンポイントのアドバイスなどもしていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、それでは早速、村井由紀子さん、簡単にですね、自己紹介からお願いできますか？はい、ありがとうございます。村井由紀子と申します。私は14年ほど前から、ヨガトレーナーになりまして、で今は、日本とアメリカ、ヨーロッパ、いろんなところを旅しながら、骨盤調整コアヨガ、骨盤調整コアヨガというのを教えながら、姿勢改善と歩き方の集中トレーニングをオンラインで世界の女性たちに指導させていただいております。はい。姿勢改善をやっていらっしゃる。確か以前は骨盤調整の話をいろいろしていただいたと思うんですけれども、うん、これ、うん、私もいろいろゆこさんのね、Facebook とかインスタとか拝見してて、なんで姿勢改善の方に行かれたのかなって思ったんですが、これなんかこうつながる部分ってあるんですか、骨盤調整と？もうね、めちゃくちゃつながるんですよ。私の骨盤調整とかね、あとは骨盤底筋、あの骨一番下の体の一番下にある筋肉のことをいつもフォーカスしてやってるんですけど、で尿漏れの、ね、改善とかそういうことでも、あの生徒さんに指導していたんですが、もう骨盤ともう姿勢っていうのはもう直結してるので、なのでもう姿勢を直せば、ついでに骨盤も歪みも取れるし、ついでに骨盤底筋も鍛えられて尿漏れ改善にもつながるしっていうことで、もうやっぱり姿勢だなと思いまして、もうそれからはずっと姿勢を、姿勢も指導させていただいているっていう感じです。どうなんでしょう、私あんまり姿勢は良くない方じゃないかなとは思っているんですけれども、世の女性たち、主にゆっこさん自身が女性に指導されているっていうことで、女性の方ってどうなんですか、こう姿勢に興味があったりとか、姿勢をこう正したいってい う, こう要望みたいなのって実際あるもんなんですか？ありますね。で逆に私のクラスに来てくれてる方っていうのは、姿勢が悪いっていう自覚がある方で、それは体の痛み、腰痛とか肩こりとかね、そういうとこ の, 痛みから自覚せざるを得なかった方とか、あとは鏡とか、やっぱり自分を見て、私は姿勢が崩れてるな、だから直したいって思って来てくださる方がほとんどなんですけど、ただ私から見ると街を歩いていて、いやあなたその姿勢痛いでしょ体っていう人もいっぱいいて、なので気づいてる人はまだいいっていう感じ、自分は姿勢が悪いかもって気づいてる人はまだ救われてるっていう感じをしますよね。だって直そうっていう気があるから。確かにそうですね、うん、そのどうなんですか、日本に住んでる方とアメリカに住んでる方とのその姿勢の違いというか、ゆっこさんも多分感じられる部分ってあると思うんですけど、どんな風に違ったりとか、どういう姿勢があまり良くない姿勢だと思いますか？そうですね、私が実は私めちゃくちゃ姿勢悪くて、で歩き方 もうとんでもなかったんですね。こうやって横にこうやって揺れるような歩き方で、よくそれこそバイト、若い頃バイト、喫茶店でバイトしたんですけど、お客さんのところに着くところにはもう持ってるコーヒーがジャブジャブ出てもう半分ないみたいななんかそんな感じだったんですよ、はい、そのぐらいひどい歩き方だったんですよ。で
ニューヨークに30年ぐらい前に来て、でこっちの方ってやっぱり、まあね、DNA 的に言ったら、まあ、狩猟民族なので背筋が強いから、だからすごい綺麗なんですよ一見ね。それはもうそれこそで、それはそれで腰痛抱えてらっしゃる方はいらっしゃいますけれども、でも一見すごい綺麗なので、姿勢が、自分の姿勢がねむちゃくちゃ悪いっていうことをなんかもう目の当たりにされるみたいな。でやっぱり背も高いですし、アメリカの方々ね、うん、だから本当に自分がこのなんていうんですか ね、もう猫背でなんかこの姿勢が悪いなっていうのを本当に感じて、それで、あ、姿勢きれいにしなきゃって思ったのが、あのヨガを始めることになったきっかけって言ったら、もう本当に言い過ぎではないぐらい姿勢が悪いっていう自覚が私をヨガに走らせたっていう感じはありましたね。あ、私もアメリカに初めて来た時、うんうん、その姿勢の問題だったんだなって今気づいたんですけど、すごいね、うん、堂々としてるっていう感じがしたんですよ、女性が。それってやっぱり姿勢もありますよね、きっとね。ありますあります、うんうん、やっぱりその自分が正しい姿勢をしているっていうね、この正しい姿勢でここにいるっていうことってものすごい自己肯定感が上がるし自信がつくんですよね。だから私あのオンラインで集中コースさせていただいてるんですね、姿勢改善とあり方の集中コースさせていただいてるんですけど、やっぱりコースが終わるとみんな、私は正しい姿勢を知っている、私は正しい歩き方を知っているっていうことがどれだけ自分の存在の自信につながるかっていうことを皆さんすごくおっしゃるんですよね。へー、それってそのオンラインでレッスンやってらっしゃるっていうことですけど、うん、オンラインでもそれを感じるぐらいもう堂々とした立ち振る舞いにどんどん変わっていくっていうことなんですか？そうですね、もう見た目もそうだし、いわゆるオーラが出るし、その自信っていうオーラが出るので、本当になんかね、自信がなかったこうちょっとね下向き加減の方がわーっとなんか花開くじゃないですけど、綺麗にあの蝶のようになっていかれるのがね、もう私は指導者としてもう本当にこんな喜びはないっていう感じなんですよ。ただ皆さんもまさか姿勢と歩き方を直すことでこんなにメンタルが上がるものなんだっていうことは皆さんも、気づかなかったっていう方が多いんじゃないかなと思いますね。なるほどね、うん、これリスナーの皆さんの中でも今聞いてて、あ、自分今猫背になってるとかハッとされた方って結構いらっしゃると思うんですけど、どうですか、うん、ゆっこさん、これなんかリスナーの皆さんにね聞いてくださってる方にワンポイントじゃないですけど、うん、ここをこうするとなんとなく姿勢よく見えますよっていう、こう声でなんか教えてもらうことって今できますか？いやもう本当にあの特別ですが、あの一発で綺麗に見えるあのことをねお伝えしたいと思います。はい、ね、女性はやっぱりこう胸がね、特にあのデスクワークとか多いじゃないですか。だからこう胸がやっぱ閉じる、肩が前なので胸が閉じるんですよね。そうすると遠目から見ても猫背だし元気なさそうに見えるわけですよ。だからこのね、だからって言ってよくあるのがいい姿勢って言って胸をポーンって突き出す人もいらっしゃるんですよね。あれもまた姿勢不良の原因、不良姿勢の原因になっていくので、一つはこのここの鎖骨の下からこのバストトップ、バストよりも上ですね、バストよりも上、ここにゼッケン、うん、ゼッケンをつける。なるほど、あのマラソンとかにあるんですよ、はい、マラソン、はい、四角いね、はい、そう、もちろんあのイマジネーションですよ、本当につけたら変なやつだから、はい、あのイマジネーションでここにゼッケンをつけるんです、はい、でこのゼッケンに私姿勢が綺麗ですけど何かって書いたやつ、マジックで、はいはい、ね、そうやってです、ね、姿勢が綺麗ですけど何かってマジックで書いたゼッケンをここに貼って、それを見せるようにこう見せるように歩くと綺麗になるんですよ。そうするとこの胸を出さないでこの胸をゼッケンを見せようとするからね、見せようとするとこの胸がね自然に開くんですよ。で開くと首の位置がねこうストレートネックの人前に出るじゃないですか、あれが姿勢が首の位置がね自然に戻るんですよ、肩の真上に。もうこれはもう本当にもう本当にあんまり他には言っていないもうこのラジオだけのあの特別なもう一発で綺麗なんです、これは有料級。それすごいイメージ湧きやすいですよね。どうしても姿勢よくっていうと腰反っちゃったり背中反っちゃったり、私もそうなんですけど、そうなの、そうなんですよ。
そう、あれは胸をね、胸をこうパーンと出してる人はダメだけど、このここだから、このバストよりも上のこの、この鎖骨の下、ここにゼッケンを貼る。でそれを見せる。私姿勢いいですけど何かっていう感じで見せて歩こうって思うと、もう一発で切れるんです。ちょっともうこれやってほしい、うん、みんなに。本当に本当のゼッケンやったら変な人ですけどね本当のゼッケンじゃなくてイマジネーションのゼッケン、ぜひぜひぜひですよ。それどうですか、うんうんうん、座ってる時も同じような感じで姿勢良くなるもんですかね。良くなります、良くなります。もうそう思ったら、もう首の位置がもう違いますから、そう思った瞬間に。そうじゃないとストレッチネックになる方がすごいんですよ。特にほら今携帯とかね、みんなこうやって見てるから。だけどそれをやったと瞬間にふって頭が肩の真上に来るので、姿勢がねすごい、立ち姿勢も綺麗になるし、座ってる姿勢もすごい綺麗になります。すごいわかります。私今ゆっこさんの話を聞いてて、自分も実際になんかそんな気持ちになってきてたんですよ。で私実際ストレートネックだと思ってて、首だけが前に気づくと出ちゃってるんですね。特にマイクの前にっていうのを意識しすぎて、そうすると首の後ろがめちゃくちゃ疲れるんですよ。ところがなんか今やってたら、なんかすっとまっすぐになった感じがしました。そう、ふって頭が後ろに行くんですね。ふってそのゼッケン見せようって思う。これはもうぜひ皆さんにもやっていただきたいですね。そうですよ。もうね、本当にちょっと日本人、アジア人の姿勢が悪いっていうステレオタイプをね、ちょっともうぜひもう壊していこうというのが私の、今の使命なので。今なんか話を聞いてて、そのアジア人は姿勢が悪いっていうステレオタイプっておっしゃいましたけど、私それ知らなかったんですけど、そうなんですか。やっぱりね、西洋の人から、西洋の人すら変ですけど、ニューヨークとかで行くと、やっぱりアジア人は姿勢が悪い傾向があるっていうイメージはすごくあります。特に日本人はもう遠くから見ても日本人ってわかる、よく言う。私よく聞くんですよ、中国人、韓国人、日本人、アジア人でもいろいろあるけど、どうやって見分けるのって言うと、みんなその遠くから見るとわかるって言うんですよ。日本人、なんで遠くから見てわかるんですか。あのね、日本人ってね、歩くと揺れるんですよ、こうやって横に、右左みたいな感じで。そうこうやって、女、特に女子こうやって。この間私どこだっけ、ドバイに旅行行った時、お土産屋さんのお兄ちゃんも言ってました、はい、日本人のお客は買ってくれるじゃないですか、だから日本人のお客さん見つけたいんですけど、どうやって見つけるのって言ったら、よく横に揺れるんですって。だから日本人すぐわかる。それなんか全然意識してなかったですけど、言われてみたらそうだったかも、でそれはやっぱり体幹がないっていうことなんですよね。インナーマッスルが、体幹がない、感覚がない、実際ないっていうのがあると私は思います。なるほど、インナーマッスル、でもインナーマッスルやっぱり鍛えていった方がもちろんいいっていうことですよね。いや、もちろんです、もちろんです、もう絶対です、もう絶対、もうインナーマッスルの感覚なく歩いてたら、もういつか、もう遠からずもう膝痛くなりますから。で膝が痛くなると膝手術しなくちゃいけなくてっていうことがつながって、寝たきりみたいなね、年齢がすごく早く来ちゃう人とかっているのでね、実際ね、だからやっぱりその私が姿勢をやってるっていうのは、もう本当に長いスパンで、もういつまでも本当にアクティブに、80になっても90になってもアクティブに生活、私もしていたいと思うし、して生き生きしてらっしゃる女性が増えてほしいと思うから、もうまずは姿勢改善で体の痛みを取る、体の痛みがないような体作りをするっていうことをお伝えしているのには、もう体幹がまず大事っていうことで、骨盤、もっと骨盤なんて、もう体幹中の体幹なので、骨盤であり骨盤底筋でありっていうことになっていくから、だから私の姿勢改善とか受けてくださってる方とか、姿勢はもちろん綺麗になるけど、中にはね、そういう尿漏れってお悩みをね、抱えてらっしゃる方もたまにいらっしゃると、そしたらそのお悩みをね、あ、気がついたら治ってたみたいな、だからそんな方がほとんどですね。
なんか盲点ですよね。年齢重ねてもやっぱり元気でいたいって誰でも思うことで、そこにつなげるためには例えばですけど、タバコは控えましょうとか、お酒は控えましょうとか、食べ物を気をつけていきましょうとか、そういうのはあるんですけど、姿勢を正しましょうみたいなのってそんなに意識していない人多いと思うんですよね。そうなんですよね。でそれでなんかほらちょっと見た目ちょっといい姿勢っていうと、なんかポーンとなんか肋骨ってかお腹ポーンと突き出したような、ね、姿勢しちゃう人多いじゃないですか。でそうすると下腹出ちゃってるからね。だからいや下腹がって私のところにね、いっぱいあのお悩み相談にいらっしゃるんですけど、姿勢見させていただくと、いやもうお腹出してますよあなたっていう、出す立ち方してますからっていう、でちょっとこうやって姿勢を直してあげると、もうその場で下腹なくなるんですよ。だからもう本当にね、姿勢は大事。下半身がね太いなと思ってらっしゃる方も、それは体重のせいではなくて姿勢です。立ち方を直しましょう。治っただけでふってもうなんかももの張りとかがなくなっている方いっぱいいるので、なので、特にやっぱり年齢とか重ねてくると下っ腹の悩みとか足も太くなってきたりとか、多分そういう悩みの方多いと思うんですが、その辺もじゃあゆこさんの方で姿勢含めて指導してらっしゃるっていうことなんですよね。そうですそうですそうです。だからもうそれで下腹ぽっこり、足が太い、だからダイエットしなくちゃって言って、なんか食べないダイエットとかヘンテコリンなダイエットとかね、あのなんとかドリンク飲んだりとかっていう前に姿勢を直しただけでもう本当にそういうのもなくなっていくので、でやっぱりもう見た目が綺麗じゃないですか、姿勢が綺麗だと、だからもう40過ぎたら変なダイエットで体重減らしてシワシワになるだけなんですよ、ね、だったらもうちょっとね、何そんなガリガリ、もう本当に40超えてガリガリのダイエット本当に老けるだけなので、老けるおばさんがそこに登場するだけだから、そうじゃない、その前に姿勢を直した方がどんだけ綺麗な人になるかっていう、見た目年齢も若くなるし、見た目体重もね少なくなるし、もう一挙両得なわけですよ。それでよく、あともう一人よくなお悩み聞くのが、もうヒールが履けないっておっしゃるんですよね。へー、ヒールも痛くて履けないっていう方がいらっしゃるんですけど、痛くて履けないっていうのはやっぱりその横揺れ、この体幹がない生活をしてるとヒールは履けないんですよ。もしヒールを履きたいっていう成果、ヒールを履いてなんかかっこよく歩ける人になりたいって思うんだったら、もうまず姿勢をちゃんと正して体幹をある程度ね、つけてっていうことをできるようになっていくと、そのヒールが履ける体に今からでも全然なれるので。へー、年齢関係ないですか？変な話、関係ないです。もう関係ないです。もうやった人かやらない人か、ただそのもうそのやった人かやらない人かって、ただそれだけ。もう私の今集中コースに75歳の方いらっしゃってますけど、75歳の方もみるみる猫背が綺麗になって、もう今なんかヒール履けちゃうんじゃないみたいな今感じに今なってきて、履いちゃおうかなみたいな感じでなってきてて、そうでもそうそんな感じですよ。もう年齢なんて本当に関係ない。やりたい。これ多分リスナーの方でも、あ、私ダイエットにばっかり執着してたって思ってる方いると思うんですけど、これ日本の方も聞いてらっしゃるんですが、ゆっこさんはあれですよね、オンラインとリアルのクラスと両方やってらっしゃるんですよね。そうですね、オンラインとリアルのコース両方やってます。オンラインはもちろん日本からでも参加可能と。もちろん、はい。リアルと、で特にこの姿勢改善と、歩き方コースは集中コースなので、もうすぐ、募集も始まりますし、次の、ね、期が、それはもう本当にそれこそ世界中からどこからでも受けれるオンラインのコースです。へえ、なんとなくこのリアルの方がいいんじゃないかなって思うような気もしなくもないんですが、オンラインも変わんないですか？その辺は効果の出方。もう全然変わんないですね。かなりもう密にお付き合いする形なので、でもその前にですね、姿勢改善本当にね来月かな募集するんですけど、そのちょっと体の歪みをね、姿勢を直す、みんなでねワイワイお祭り的なやつをオンラインで、それこそ世界中から出てくださってるイベントみたいなのもあるので、そういうのもね、もしご登録いただければ、そんなニュースレターとかもねお送りすることができます。
なるほど、なるほど。ゆっこさんの詳細、私の X の方にポストさせていただくので、詳細見ていただきたいんですけど、ゆっこさん、あれじゃないですか、はい、キンキンリアルのクラスがありますね。あ、そうなんですよ。それで、まあ、オンラインはね、もちろんお伝えしている、オンラインでもお伝えしているんですが、やっぱりその私はニューヨークに住んでる女性たちこそ、やっぱり世界の中心にね、住んでらっしゃる女性たちこそ、日本人の代表としてじゃないですけど、もう本当に姿勢綺麗に、もうニューヨークをね、闊歩していただきたいと思ってるんですよ。それで、なんかアジア人って、なんか、姿勢悪いねっていうような、なんかそういうステレオタイプをねぶち壊してほしいと思ってるので、なので今回ニューヨークのね毎週やってるスタジオのを使って、ワークショップっていう形で一人一人の姿勢をね拝見させていただいて、その方にねで具体的なアドバイスをするワークショップを3月22日に開催します。現地時間、これは場所はニューヨークですか、ニュージャージーですか？これはね、ニューヨークですね。ニューヨークのね、ペンステーションの斜め前にある、私がいつも毎週金曜日に、骨盤調整コアヨガクラスをやっている同じスタジオで、開催します。33丁目のセブンスアベニューですね。こちらも詳細ポストしておきますが、現地時間のじゃあ3月22日金曜日ということで、スタート時間はこれ12時30分から。はい、そうです。はい、1時間半ですね。1時間半のクラスということですね。これ1回ぽっきり参加しても、もちろん効果は出るっていうことですよね。そうですね。1回だけでも、少なくとも自分がね、どういう姿勢の癖があるかっていうのが分かるので、そうすると何をやればいいかっていうことが分かるから、だから全然関係ない、なんか、ね、反り腰の人が反り腰をもっと悪くしちゃうようなストレッチやってても、もっと悪くしちゃったりするので、だからやっぱりその反り腰だったり、猫背だったり、いろんな自分の姿勢の特徴に合わせた、何をやるべきかっていうことを知るっていうことがすごく大事ですね。もう興味のある方もぜひいい機会だと思うので、この機会に参加をしていただきたいんですが、これは人数制限ってあるんですよね、締め切りとかね。そうなんですよ。やっぱり一人一人ね、見させていただいて、ちょっとアドバイスもさせていただきたいと思ってるので、もう本当に人数限定でもう10名のみっていう形なので、なのでもう今だいぶ入ってらっしゃるので、なので、もしご興味がある方はもう今すぐ申し込んでいただければと思います。あとまだ若干目だけ空席があるので。はい、わかりました。参加費っていうのはおいくらになるんですか？これね、40ドルですね。なるほど。もうこれぜひこの機会にね参加をしていただきたいなと思ってますが、残念ながらこう日本にお住まいの方なんかはオンラインのクラスなんかもあるのでね、興味のある方はもうぜひぜひっていう感じですね。はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、こういうのお悩み相談なんかも聞いていただけるんですか？あ、もちろんもちろん、全然LINE の方にね登録していただけたら、もう私ありとあらゆるお悩みをいつも受けているような状態なので、はい、お気軽に。はい、わかりました。もう今日すごい楽しい時間で私終始笑ってたんですけど、多分リスナーの皆さんも初めてゆっこさんの話聞いた方はすごい面白い話上手な方だなって思ったと思うんです。ゆっこさんもインスタなんかもライブで毎日ですか、あれやってらっしゃいますよね？インスタで、そうね、週に2、3回ですかね、3回ぐらい、やってますね。日本時間の夜の9時からですかね、あ、10時からか、そう10時からね、継続でやってらっしゃって、なので興味のある方はこちらもぜひ入っていただいて、ゆっこさんどんな話してるのか悩み相談なんかも聞いてくださってるようなので入っていただきたいんですが、インスタはこれ、アカウント名っていうのは何になるんでしたっけ？アカウント名はね、 NY ニューヨークの N 頭文字の NY MOM の数字の4 NYMOM4 で出てきます。はい、インスタだとね、インスタライブのいいところはもうその場で質問していただいてその場で返せるので、だからやっぱそれはすごい良くて、まあ、姿勢だったら歩き方だったり、まあ、ダイエットだったり、更年期症状のね、なんかそういう健康のお話だったり、まあ、いろんなことについてお話ししてるので、うん、ぜひまあ、漫才聞くような感じで聞いていけたらと思います。忙しい方は私何回かながら聞きで耳だけ聞かせてもらったことも何度もあったので、それでも面白いと思いますので、ぜひお時間ある方はね覗いていただけると嬉しいですね。うん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 、
はい、ということで、あっという間に時間が過ぎてきましたけれども、ゆくさん、いつも本当に楽しいお話ありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます、こちらこそ。はい、ということで、今日ニューヨークルナ FM とラジオ川越さんとでね、2曲でお送りしてきましたが、最後にですね、ゆきこさんからリスナーの皆さんに向けて、これどんな観点でも構わないんですが、一言メッセージをいただいてもいいですか。うん、はい、よくね、まあ、特に年齢40歳を過ぎてくると、女性はすぐ、私は何歳だから姿勢が悪い、何歳だからお腹が出る、何歳だから体調悪いっていう風に、ね、なってきがちなんですけど、それは年齢ではなくて、もう本当に体を整えるように やればね、行動を起こせば必ず体は変わるので、いつからでも体は動けるようになるので、なので私は女性が何歳になっても年を重ねるほどに魅力的にアクティブに生活できる、そういう、ね、女性が増えることをお手伝いするのが私の使命だと思っているので、ぜひ年齢に言い訳せず自分の体と向き合っていただきたいなと思っております。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breezeそうなんです。私自身がインタビューをさせてもらっている間に、このワークショップ出てみたいなということでね、実際に参加させてもらいました。満員御礼ということで、女性の皆さんばかりの参加だったんですけれども、私自身のね、姿勢、まあ、大体ここが良くないのかななんていうふうには思っていたんですが、そういったところに改めて気づかされつつ、じゃあどんなふうに改善をしていったらいいんだろうかというね、本当に1日限りのワークショップだったんですけれども、すごくねためになりましたし、また今後もぜひ参加したいなと。ゆきこさん、毎週のようにね、こういったクラスをやってらっしゃるので、そんな風に感じました。そしてですね、そのワークショップの一番最後に参加者のね、皆さんから一言ずつ声をいただいたわけなんですけれども、こんな声も上がってましたね。ありがとうございました、愛子さん。もう日頃の仕事からだいぶ反り腰っていうのを気づき始めてたんですけど、うんうんうん、今日の姿勢のお勉強でもう異常な反り腰なんだなっていうのが判明したのがすごい良かったということと、うんうん、これから姿勢改善しっかり頑張っていきたいなっていうこと、うんうん、本当、はい、僕さんと全く一緒で、ヨガ私もやるんですけど、自宅でこうやっぱりこう脇を押さえる挟みながらっていうところ、これをやった時にすごいお腹に力が入ったので、すごいいい記録だったので、しっかりこれ続けていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。そう、参加者の、ね、方からの声にきちんと耳を傾けて親身になってお話しされている、しかもゆきこさん、ああいう雰囲気の声だけで分かりますよね、ああいう雰囲気の方なので、カジュアルに、ね、フレンドリーにこう答えてくださっていたのもとても印象的でした。興味のある方はぜひ皆さん参加をしてみてください。オンラインでもされているようですので、ニューヨークにいないという、近くにはいらっしゃらないという方もぜひぜひまずはコンタクトを取ってみてはいかがでしょうか。インスタのライブ配信もとても面白いので、興味のある方はこちらもぜひどうぞ。本当にね、元気もらえますよ。アカウントはニューヨークマム4 NYMOM4 となっています。この時間は姿勢について、ニューヨークを拠点に活動されています世界を旅するノマドヨガトレーナー、
村井由紀子さんに話を伺いました。DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。
さあ今週もニューヨークブリーズお付き合いいただきましてありがとうございました。春休み中という方もいらっしゃったんでしょうか。もう本当にね、この日本の春休みだ夏休みだ冬休みだとか全然わかんなくなっちゃったんですけど、違いましたっけ、もう春休み終わったのかな。いずれにしてももう春の訪れをね思い切り感じていく季節で、やっとニューヨークも春らしくなってきた。どんなところで感じるかって本当いろいろなんですけどね、今日お話したイースターしかり、花粉しかり、今年は花粉の量が多いんで、特にですね、多いと私が感じているので特にですね、そしてダウンジャケットを脱いだ時っていうね、この3つかなただ風がなんかすごい強い気がする。こう春っぽい日差しがもうさんさんと降り注ぐんですけど、でもその一方でめっちゃくちゃ冷たい風がシュッてこう通り抜けていくね、なんかそういう感じですね。多分ここいらでソメイヨシノだなんだっていう話も出てくると思うので、桜のねリポートなんかもしていきたいと思うのとですね、こうニューヨークの各所各所をねこうツアー形式で紹介していくニューヨークツアーなるもの、そういったコーナーをね来週からやろうと思ってます。なのでもしですね皆さんもニューヨークのここに行ってほしい、ここの紹介をしてほしい、説明をしてほしいなんていうねリクエストがあればどんどん送ってください。どういった形でね送ってもらっても構わないんですが、一応ねハッシュタグつけてます。ハッシュタグは NYB、 ハッシュタグニューヨークブリーズのもう略ですね、ハッシュタグ NYB で送ってください。もちろんね公開したくないっていう方は DM なんかでも OK です。お待ちしてます。さて何をと思ったんだっけ、そう村井由紀子さんね、ぜひインスタライブなぞなぞ覗いてみてくださいというのと、アメリカでもし聞いてくださっている方はボストンナット、これねクーポンコードを私の名前でやってくださって安くなってたんですけど、それ終わっちゃったんですが、何かの機会にねそのボストンナット店舗で販売している地域もありますので、アメリカだけですけどね今のところね、もうぜひ試してもらいたい。というのは腸内環境がめちゃくちゃ変わった、これもうガチです。今4箱目がだいたいね週1ペースで1箱ってその日本のなんちゃら納豆の3個パックあるじゃないですか、あのぐらいのだいたい量なんですけど、それをだいたい1週間で食べてですね、どのぐらいになるのかな、まあ3週間とかそのぐらい、4週間とか、格段に変わった本当です。これまたガチレビューさせてもらいたいと思ってます。というわけで皆さんもねこう健康管理気遣いつつ腸内環境を整えつつ、素敵な一日を、素敵な週末を、素敵な1週間をお聞きの放送局とともにお過ごしください。ニューヨークブリーズ、ここまでのお相手は大橋小雪でした。では私とはまた来週。